どうも、シコリスです。今回はチャプター5の1、アンチャーテッド遺跡を抜け、一行はアンブレラの研究施設へと進撃する。そして今回はついにショットガンの新調、全武器中トップクラスのお値段だけあって、強化時の性能は凄まじい。スペック表だけ見るといまいち伝わりにくいが、ハイドラ最大の強みは攻撃範囲の拡大。ショットガンは基本だと3弾の発射数が7発。この威力表記は1ヒット分のものなので、つまりこの7倍がフルヒットダメージ。初期の伊坂だと400の7倍で2800が最大。しかし攻撃範囲を強化すると、2段階強化で拡散範囲が2倍になり、弾の発射数が7発から15発に増える。つまり2倍以上の範囲と火力に強化される。フル強化の最大火力は驚異の8250。これはマグナムの比じゃない火力。範囲拡大で制圧力も大幅に増し、中距離まではこれ一本でいける。威力はあまり強化できていないが、それでも十分強いことを今回お見せしよう。I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure, but obviously there's a connection here with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First we need to find out about Jill. You're right. Let's see what we can dig up.ここは前回ラストのお花畑。まずはハイドラのかっこいい構えを見せておこう。このショットガンの味方手で突き出すような構えになり、その影響で少しだけ射程が長い、やや狙いをつけにくくなるが、驚異的な攻撃範囲のおかげでさほど問題はない。大体の敵はこれで瞬殺できる。あとは射程外の敵に対する有効打があれば完璧。これはハンドガンかマシンガンを強化していきたい。今のマシンガンは弾数こそ多いものの、火力としてはやや物足りなくなってきた。原住民エリアが終わったことで貫通性能もほぼ用なし。そしてこのエリアは資料メモが非常に多い。この工事責任者のメモは要約すると、原住民と戦ってやべえ花見つけたけど、地下掘りすぎて水脈枯れてつれー。ポンプ設置しないと花がダメになるのつれー。設置したけど60年経ってポンプ劣化してつれー。もうマジ無理ポンプ交換しよ。次のこの研究員メモは要約すると、花に未知のウイルス含まれててやべえ。DNA 変異させるとかやべえ。思想ウイルスって名前つけたけど、ここで自生してる花にしかウイルスなくてつれー。あとスペンサーくたばれ。向こうの天井にバイオ名物発見。ただし先制攻撃はさせてもらえない。今更感の強いホラー演出に余念がない。そして先走る相棒にアイテム回収は任せ。ゴリスは資料を漁る。これはさっきの研究員の日記その2。要約すると、持ち帰ったお花が1年で底をついてつれー。何の成果も得られなくてつれー。だから原住民追い出して占拠してみた。研究所も建ててみた。でもクソスペでつれー。あとスペンサーくたばれ。こっちの PC ログは要約すると、30年もお花を本社に送るだけの簡単なお仕事でつれー。研究所が閉鎖されることになったのに何も感じなくてつれー。マーカス博士のかゆうま電報、T ウイルス完成したお。要するにバイオおなじみの T ウイルスは、ここに生えてるお花が原料ということ。ゴリスがまだ人間だった5歳の頃にはもういろいろ始まってた。ちなみにシェバはこう見えて23歳、ジルは33歳、そしてウェスカーは48歳。スマートな見た目だが完全におっさんである。I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons.This is the facility from the picture. No doubt about it. We're finally getting somewhere. そんなこんなでここはお花の研究施設。ここにもメモがあるのでようやく、トライセル研究員ミゲルの日記1、オラ研究所最後だ。場所はアフリカアンブレラ。行きされ資料もやる気もねえ。オラのラボにはお花がねえ。花摘んで、ラボ行って、リッカー強化でぐるぐる。視力もねえ。皮膚もねえ。強化できたの下半身。だいたいこんな感じ。つまり思想ウイルスのお花には勢力増強の効果あり、ゴリスも35歳で中折れ世代突入。一応詫びておこう。友人へのメール、オラアリゾナサカエルだ。休暇もねえ、職場つれえ、ミゲルの頭はぐるぐる。これ見よがしにリッカーさんの自己主張、隠す気など一切ない登場フラグ。まあハイドラがあれば怖くない。
今回は炸裂ブレランも担いできた。とんでもない数に襲われても問題ない。このハンドル回す動作なんかじわじわくる。急にホラーっぽくしてももう手遅れ感。もう獣とかに押さなくてもバレバレだから、そろそろ襲ってくるのお察しだから。強化された下半身のチラ見せ、これは R 指定で間違いない。あんた原住民さんの下半身もスコープで見てたもんね。23歳ならまあ仕方ないね。ここは実験動物の檻エリア。実写映画だったら犬が脱走済みで襲ってくるやつ。こいつは妙にでかいがただのネズミ。清潔感さえあれば可愛くなりそう。お犬様発見。里親ならぬ里ゴリラになりたい。明らかにガン決まってるのでやめとこう。犬猿の仲は伊達ではないか。第一村人発見。お父さん今何してるんですか。マイク向けたら心臓発作起こしたぞ。急ぎ蘇生だ。隣はおっさんですか。旦那さんそのまま行っちゃいました。一緒になるお手伝いさせていただきます。仲良く旅立てたようで何より、お礼にハートの宝石までくれた。見ての通りハイドラは至近距離だとふざけた火力。体力はこう見えて4000から7000ほどあり、今持ってるマシンガンだと50発以上は当てないと倒せない。それがハイドラだと至近距離2発で済む。フル強化ならワンパンも一応可能なライン。問題はリッカーに近づくのが危険すぎること。出会い頭に一気に近づいて消し飛ばすなら簡単だが、複数体いるとさすがに対応しきれない。そういう時のためにブレランも持ってきた。まあ炸裂弾は威力戦しかないので、まとめて倒すのは厳しい。このでかいアタッシュケース、どう見ても AK のサイズじゃない。スカスカで全く安全に収納できてない。まあ野暮なことは言わないでおこう。これは最高火力のマシンガンカテゴリー。今後の改造も検討しておこう。Thank God there weren't more of them. Yeah.We wouldn't last in a fight with a whole horde. まあ知ってた。ちなみにさっきの AK はアサルトライフルだが、カテゴリはなぜか今持ってるサブマシンガンと同じ。使用弾丸が明らかに違うがそこはご愛嬌。そしてレバー倒したら隣の部屋に早速ご一行様。女子と違いクラブ回収は早い。おい何スナイプしようとしてるの。なんで自ら状況悪化させようとしてるの。真っ先に狙い撃ちしようとしてた人が何か言ってる。そして相手が視覚鈍いかわからないのに、構わずガラスの前に出るったり、場当たり的な行動が目立つ BSAA の精鋭であった。そして思いっきり物音を立てるゴリス。まあ物音立てるなって言ってるのに、いきなりドア蹴り飛ばされたらブチ切れよね。こういう時に限ってすぐ来ないエレベーター。まあすぐ押せば追いつかれる前に間に合うが、リッカー軍団は宝の山に等しい。これをフリーするのはいろんな意味で玉なしのやること。ご丁寧に迎撃しやすい細い通路なんだ。相棒のライフルもここなら活躍できる。しばらくはここでやり過ごし、頃合いを見てハイドラで突破する。呼ぶだけ呼んで起立するマナー違反。まあ廃棄されて誰もいない研究所なので問題ない。数がまとまってきたらブレランで吹き飛ばす。弾丸速度が遅すぎる上に、重力の影響を全く受けない謎弾道。さすが謎遺跡にポツンと置いてあっただけある。これも原住民さんの謎テクの産物なのか。落としてる。威力2000のライフルなら3、4発で倒せる。マシンガンの節約になって助かった。
そしてここライフルの弾落ちすぎでしょ。相棒撃ちまくってたのにお釣りが来るぞ。しかし弾ばかりで青いのが全然ない。つらい。You grab it. Okay. You grab it. Roger.ドア枠に引っかかる無能個体がいた。ちょっとドア閉めないで、今の着弾位置的に閉まるのはおかしいでしょ。重力だけでなく運動エネルギーそのものを歪めてる。最後の最後に宝石ゲット。しかしなんでお前だけ引っかかってたんだ。お前だけ強化されてなかったのか。いやむしろ下半身強化されすぎて引っかかってたのか。一人じゃ繁殖能力も活かせないだろうに、つらい。意味深な巨大円形エリア、入り口手前には大量の弾、つまりボス、リッカー軍団で消耗した分はこれで補えという温情、カプコンは乗り越えられる試練しか与えないのだ。まあ弾落としまくって逆に黒字なんだが、どちらにせよ問題ない。ここのボスはほぼイベント戦、仕様さえ理解していれば瞬殺できる。Joe might be here. What have they done?Experiment on. It stopped. Why? Well, that's why.雑魚展開し、これはニューハチタイの名前の巨大な雑魚。普通に倒せる相手じゃなさそうだが、実際普通な倒し方ではない。こいつは両足の関節に露骨な弱点部位があり、そこを攻撃するとダウンして隙を晒す。ハイドラなら非常に簡単。ダウンしたら近づいて手榴弾を食わせる。これを3回繰り返すだけでこいつは死ぬ。そして手榴弾はご丁寧に手前のエリアに2つとここに2つ。3ダウン分の火力さえあればすぐ終わる。放出地獄は信用するな。あそこを突く必要は全くない。今さらすぎる放出地獄は無視するんだ。ハイドラを信じろ。
nice to finally make your acquaintance. Who the hell are you? Excella Giona. She works with Tricell. Nice. You've done your homework. An officer in the Global Pharmaceutical Consortium. Why? As if I need to explain myself to you. Although, weren't you two given orders to retreat? So it was you. Where is Jill? Jill? Even if I did know, you think I would tell you? Cut the crap. Tell me where she is! As soon as you two are done with your little vigilante mission, you should leave. There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. というわけでほぼイベント会だった。何も教えてくれなかったが、ジルに会える日はきっと近い。そう信じてゴリスたちは突き進む。では次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。